言言えば言うほどコニックスがお送りします、はいまあ平和ということ、ねはい、戦争ということいろいろこう考えますねちょうど今いろんな集団的自衛権の問題とか、うん、いろんな周りのことを見てたとしてもやっぱりそれも感じたそして彼女の訃報というものを聞いた時に彼女が生きた時代どんな時代であったかということもねやっぱりふっとこう、うん、振り返ってしまうという時期に、はい 今、世界では何が起こっているのか。ラジオネームワンコ、我が子を愛するチューネームさん、先日ある番組でイスラム国の内部を撮影し、報道されておりました。テレビ画面からもその異様な実態が漂っておりましたが、解決方法として、目には目をというような考えでは根本的な解決にならないと思いますが、30カ国の知恵を振り絞り、根本からこの問題が解決されることを心から願います。という。 ねえ、リスナーさんも言ってましたけど、や急にわーっとやってきて、イスラム国なもう国という形でやっていくんか、もう国として認めんぞというようなお便り、もちろんそれはね、まだ認められていないことでありますし、将来もこれどういうことになるのかということでしょうけれども、まさにその、 同時多発テロとか、はい、どっかでもって自爆テロがあったりとかということではなく、もっと国を作っていくような、非常にその大きなエネルギーをこう。 含有しているような気がします、ね、組織的なその規模からいくと、ですね、うん、もうなんかこう、そういうのにこう匹敵するような、はいまあ、そ,そういう対 <laughs> 峙の仕方をしないといけないようなう、うん、規模であったり、勢いであったりた。油田を抑えて、経済的な基盤を確保しながら、うん、何にしてもあの、ね、国というのは税金を集めたりして、お金があって、はい、そして行政やらなんやらをこうしていく、はい、そのための資金としては、まず油田を抑えて、うん、そして豊富なこの資金力から、国と しての手をこ,うこれからやっていこうと、はい、しかも前にも僕言いましたけれども昔のサラセン先帝国のあの規模を目指してますからスペインからインドあたりまで、うんはい、あの辺北アフリカをざっと通ってあの辺を全部掌握した国づくりを目指してるらしいですであの今の絵の具本当にあのインターネットを通じてこう全世界にいろんなこうつながりがありますので、うん、テロっていうとこういわゆる局地的な、うん。 ものだったんですけど、はい、今までではどどこであろうと、はい、だけどそれがもう全世界的な、どこに誰がいてテロをするのかわからないっていうような、はい、すごく局地、それは局,局地から出向くのではなくて、うん、その場にいる人たちがどこにいるのかわからないっていう、うん、ちょっと今までと違うパターンですもんね。しかも地理的な話はさっき言いましたけれども、うん、そこから。 遠く離れていた国の若者が、義勇軍としてイスラム国でもって戦うんだと、はいうん、ずーっと集まってきている、で、そこでまあ戦い、えー、っと、顔を見るとなんか、え、欧米人も混じってるな、これは。ま今までその良くも悪くもね、そのテロで疑われるのって、うん、その中東のそのような顔をした人たちっていうのが、うん、いろんなまあ飛行機乗ったりとかすると、不当に疑われたりとか、そういうことも含めてあったんですけど、今はもう白人。 のうん、結構多いんでしょ、うん、オーストラリア人とかフランス人とか、はい、だからそれすらももう分からなくなってきているっていうような、はい、でそこで義勇軍として働いて、うん、その考え方をしっかりと叩き込まれて、うん、いずれまた本国に帰ったときに、その本国で同じイスラム国的、うん。はい 思想で活動を始めたとするならば、うんはい、さっき言ったあの小けの地域ので国を作っていくというその地域から外れた遠く離れた国であっても、うん、そういう思想を受けた若者たちが前線からまた母国に帰ってきて、はい、自国でもって活動を起こしたりすると、うん、またこれそこでは。 いろんな問題、混乱が起こってくるだろうということでね、はい、もうヨーロッパあたりはね、うん、非常にこれは頭を痛めているということ。はい、でそんな中で伝わってくる映像が、動物基礎天ぷらさん、えー、イスラム教スンニ派の過激派組織、イスラム国は昨年3月にシリアで何者かに誘拐された英国籍の、えー 援助機関職員デビッド・ヘインズさんとみられる男性を殺害する映像をインターネットで公開しました、はい、ヘインズさんが殺害の直前私が処刑される責任は全て、えー、キャメロン首相,首相にあると言いたいなどと語る映像も流されもちろんこれは言わされてるんでしょうねイスラム国は英国がアメリカのイスラム国相当に協力 ここつけるとということです、ねうん、に協力していることが殺害の理由として2人目の英国人人質殺害を予告したと、うん、こういうのをこう映像で流しながら、はい、そしていろんなところで戦いを繰り広げ油田を抑え経済的な基盤そして他にも援助してくれる仲間がいくらでも世界中にいたりするというところでこう広大な国を作っていこうとしているというのがまあ、はい 大体大雑把に言うとそういうスラム国の今のあり方だと思いますがその中で一番突出してショッキングなのはこういう殺害シーンをこう流しながらやっていくとまあこれしかしねキャメロン首相はすで、ね、にヘインズ氏の殺害を強く非難した上でえで、ー、殺人者を裁きにかけることのためには何でもするとツイッターで言っていると。 双方を引くに引けないような状況が今こう出ているんだということですよねはい、はいえー、その他こちらパチンコさんからも頂い,いておりますイスラム国に関してはやっぱり皆さん方もね非常に心をね痛めているようであります